ゼミとかアルバイトとかやれてることを簡単に30秒1分ぐらいでお話しいただけると嬉しいです。僕の趣味は野球です。小学校から今のサークル活動に至るまでずっと野球をしていたので、自分で多分もう今何話してるか分かってないなっていう状態になっちゃってて、どうもしゅんです。こんにちは。はい、ということですね、今回は就活 YouTuber のエルトさんにですね、模擬面接をしていただく企画になっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日面接を受けていただく就活生の方、自己紹介お願いします。はい、関西外国語大学から来ました山田健人です。今日はよろしくお願いします。就活はまだ始めたてっていうこともあって、今いろんな業界に興味があるんですが、その中でも特に興味のある化粧品業界を想定企業として面接をしていただけたらなと思ってます。なのでエルトさんには化粧品会社の採用担当として振る舞っていただけたらなと思ってます。最終的に一緒に働きたいと思うかどうかを丸×の札を最後に挙げていただけたらなと思ってます。はい、ということで面接お願いします。お願いします。山田さん、最初に自己紹介をお願いします。はい、関西外国語大学から来ました山田健人です。今日よろしくお願いします。まず自分の趣味だったりとか、はい、特技とかゼミとかアルバイトとかやれてることを簡単に30秒1分ぐらいでお話しいただけると嬉しいです。僕の趣味は野球です。小学校から今のサークル活動に至るまでずっと野球をしていたので、最初は特技として野球やってたんですけども、サークルになることによって趣味に関となって、よく友達とコロナ期ですけどグラウンド借りたりしてキャッチボールであったりちょっとした試合やったりをしてます。アルバイトは今塾の講師と、カフェのアルバイトになってます。ゼミに関しては大学自体でゼミという概念がなくて、授業に通って単位を取ってるってなってます。いろんなご経験をされてきていらっしゃるのかなと思うんですけど、その中で学生時代に力を入れたことがあったら教えてください。一度短期のアルバイトを1ヶ月程度してまして、欲しいバッグがあったので引っ越し屋のアルバイトをしたんですけども、初めてアルバイトをしたのがそこだったんですけども、アルバイト始めた当初やったので先輩方とかにやり方を教えてもらえるんだと思って受け身の体制で、違うとあまり何もしなかったんです。でも引っ越し業者って3から4人で1日だいたい3、4件を回るんで、時間が結構限られてて自主性といいますかっていうのが求められるっていうのが初日の作業を通して気づけたので、そこから2日目3日目に至っては先輩に聞いたり見たりして自分で行動できるようになりました。最初は受け身だったら教えてくれる環境ではなくて、自分から知りに行かなきゃならないってなった時に、知らない人と話したりするのも結構勇気いったのかなと思うんですけど、はい、そういった人と話す時に意識してたポイントだとか、どういうことを聞こうとしたのかっていうところを教えてください。初めての人と話す時は、僕緊張しいなので、そこは受け止めているというか仕方がないことなので、例えば姿勢であったり相槌であったり、それこそ目を見るであったりっていうのを気にすることによってそっちに意識が向くので、緊張からちょっと遠ざかるというっていうことができるので、話すことにおいての基本的な動作っていうのを心がけてます、何を聞いたかっていうところで言うと、それこそ作業のことなんですけども、先輩とかは1回に2つの段ボールとか持つんですけど、僕だとその重たくて1個が限界なんですね、でも女の人が例えば僕より力がぱっと見弱い人でも2個3個持ってる時があって、それってやっぱ力だけじゃなくて効率なのかなと思って、効率的な持ち方なんですかとかっていうのを積極的に思ったことをその場でパッと聞くようにしました。なるほど、分かりました、ありがとうございます。そしたらちょっと質問を変えるんですけど、今の経験はとてもいい経験だなと思っています。で、その経験で学んだことを別のエピソードで活かせてたら聞きたいなと思うんですけど、今の経験がいいかなって思ったエピソードがあったら教えてください。僕今ちょっとコスメとかに力を入れてるんですけども、コロナ禍でオンラインが増えるにあたって面接とかがオンラインになってくるので、パソコンの角度とか光の当たり方によって顔の見え方とかが違って、メイクをすることによって肌が綺麗に見えたりとか、それで第一印象が面接で占めるっていうのを聞いたんで、仲のいい女友達にどうやったら肌が綺麗になるのとか聞くようにして、とりあえずやってみるっていうところで学びました。わかりました、ありがとうございます。次は自己 PR 1分ぐらいでしていただけるとお願いします。はい、私の強みはそれこそ先ほど言ったようにとりあえずやってみるというところです。今までは結構受け身であったり何もしないっていうことっていうものをやったんですけども、とりあえずやってみることによって失敗したとしてもやってみたという経験が得れたので、そこでの後悔がなくなりましたし、成功することによって自分が意欲的になったり興味を持ったりしたので、そこから派生して友達にその知識を広げたりできることが自分の強みというか新しい良さになったのかなと思います。わかりました、ありがとうございます。そういったご経験をされた中で、真面目なものでもいいですし、そうじゃなくてゲームとか全然構わない
ないんですけど、うん、なんか自分が一番熱持って取り組めたなって思ったエピソードとかあったら教えてください。野球のサークルに入ってたんですけども、1年ごとにそれぞれの代理ユニフォームを作るんですけども、うん、それに意欲的に手を挙げてみたっていうところがあって、うん、昔からその自分でユニフォームを作ってみたいっていうのはすごくしたかったんですけど、うん、例えば甲子園に行きたいっていうのがチームで大体固まってると思うんですけど、サークルっていうのはいろんな属性の人がいて、野球ユニフォームがオーダー数が1万円かかるんだけど、それに関してはどうかなみたいな、そのやり取りとかを通してここでとりあえずやってみる精神を具体的に周りと相談して深めていくっていうのを行ってきました。わかりました、ありがとうございます。じゃあ最後質問なんですけど、就職活動の軸だったりとか会社選びの基準みたいなところがあったら教えてください。それこそ自分の強みであるとりあえずやってみるっていう精神だったり、若いうちから新しい事業に意欲的にその参加できるっていうのを自分の軸としています。他にも軸ってあったりしますか？僕外国語を専門とした大学に通ってるので、できれば英語を使いたいなっていうのがあって、それはその文章だけでやり取りするのではなくて、対面してコミュニケーションを行うような英語の使い方を仕事を通してずっとできたらいいなと考えています。わかりました、ありがとうございます。そしたら本日の挨拶以上になりますので、またご連絡させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ということで、エルザさん、今の面接を終えて、今現時点で採用か不採用かというところを、はい、札を上げていただけたら嬉しいです。お願いします。てれん、こっちです。×ですね。理由を教えていただいてます。はい、良かったところは、とりあえずやってみるとか、初対面の人とコミュニケーションを取るときに目をそらさないようにしたとかっていう話だったと思うんだけど、実際にちゃんとこっちを見て、事前もよく話そうとしてたんで、そこはなんか本当にちゃんと頑張ってるんだなっていう気もしました。ちゃんと自分の言葉で喋ろうとしていたし、自分の考えを話そうとしていて、頑張っているいい子なのかなっていう。だから話してて嫌な感じはしないから、真面目な子だなっていうのは、まあ良かったところかなと。で、悪い点は自分で多分もう今何話してるか分かってないんだろうなっていう状態になっちゃってて、学生時代力を入れたことを教えてくださいってなっても、こうやってほぼ 100% 聞かれるなぐらいの質問なんだけど、ちょっと残念だったかなっていうところです。改善するためのアクションみたいなところを言うと、自己紹介してくださいって言った時に大学と名前だけだったと思うんだけど、そこで、ね、自分が聞いてほしいことみたいなのを自己紹介として挟んでみるとびっくりしないと思うので、そういうのをやってみるかなと思いました。あともう一つは、質問の回答ちょっとずれているところが多いかなと、そこは残念だったかなっていう気がしますっていう感じですかね。これから1年ぐらい就活があるということで、うん、頑張っていただきたいなっていうふうに思ってます。ということで、じゃあ最後にフィードバックを終えた全体の感想を山田さんから伺ってもよろしいでしょうか。自分の言いたいことを言おうとするだけじゃなくて、ちゃんとそのテーマに沿った内容その組み取って冷静に判断できるようにこれから頑張っていきます。ちなみにエンジュさんのチャンネルは下の概要欄にあるので、あの面接のポイントとかエントリーシートの書き方とかを解説している動画がいっぱいあるので、よかったら覗いてみてください。ということで、皆さん本日はありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。